ジャン・アンド・ディーンはアメリカ合衆国の男性ディオ。1959年にデビューし、1960年代前半にサーフィンホットロットサウンドで人気を博した。1966年にリーダーのジャンベリーが自動車事故を起こし脳を損傷、右半身麻痺や言語障害など後遺症が残り、活動停止を余儀なくされた。その後、 再起を果たすも活動は低迷した。代表作はサーフシティ、デッドマンズカーブ、パサディナのおばあちゃん。同時期のサーフミュージックを代表するビーチボーイズと影響を与えあった。ベルエアで同じ中学と高校の先輩後輩であったジャンとディーンがタッチフットボールチームに参加し意気投合する。この時期、エルビス・プレスリーの施設タッチフットボールチームと試合をしている。 ユニバーシティ高校、YMCA クラブ、バロンズのメンバー数名で同名のドゥーアップグループ、バロンズが結成され、ピアノ2台と録音機材を所有していた、ジャンの実家で練習を重ねた。近所に住み同じ高校に通うブルース・ジョンストンや、後のプロドラマー,アーサンディ・ネルソンらが一時的に参加して、学校行事でショーを行い、その後は、ジャン、ディーン、 アーニー・ギンズバーグの3人で活動を続ける。1958年、ディーンがアメリカ陸軍予備役に招集された後、ジャンとアーニーが自作曲をアーウィンレコーズに売り込み、ジャンアーニーとして4月にジェニー・リーでレコードデビューをする。1959年、前年秋に軍務を終えたディーンとジャンで曲作りを始め、ハーブ・アルパート、ルー・アドラーの協力で5月に、 ジャンディーンとして同レコードからデビュー曲ベビートークを発売9月に全米10位を記録する1961年チャレンジレコードに移籍ハートソウルが全米25位を記録する同年リバキレコードに移籍1962年ジャンとディーンのそれぞれの恋人ジル・ギブソンとジュリー・ラベジョイによるデュオジョディジルが結成され レコードが制作される。これ以降、ギブソンは、ジャンディーンの曲作りにも参加し、1966年には、2ヶ月半と短期間だが、ミシェル・フィリップスの代役としてママスパパスに加入、写真家としても成功した。1963年2月に発売した、バディクラークの1946年のヒット曲、リンダを、フォーシーズンズ風にアレンジしたカバーのヒットにより、 カバー曲を集めたアルバムが企画される。同時期にバックバンドがいなかったためプロモーターがサーフィンサファリのヒットで注目され始めたビーチボーイズをショーに起用、そのステージでのビーチボーイズの演奏に刺激を受け、サーフサウンドを取り入れることになり、4月発売のアルバム名をヤンディーンテイクリンダ・セルフィンに決定、本家ビーチボーイズも参加したビーチボーイズのカバーを2曲収録する。 その時のセッションで、ブライアン・ウィルソンが提供した曲に、ジャンが作詞をしたサーフシティを5月に発売し、7月に2週連続全米1位を記録する。この時期に大学を卒業したジャンは、エンジェルスやシェリー・フェブレーなどに楽曲を提供し始める。1964年、ドラッグシティ、デッドマンズ・カーブ、パサディナのおばあちゃん、ライド・ザ・ワイルド・サーフ、 サイドウォークサーフィンなどが立て続けにヒットする。1965年、非公式ながら、ビーチボーイズのアルバム、ビーチボーイズパーティー収録曲、バーバラアンに、ディーンがボーカルで参加する。ディーンの回想によれば、前年に、ジャンディーンで同曲をカバーをしたことから提案し、録音は20分で完了したという。1966年4月12日、 ビバリーヒルズで愛車のシボレエコルベットに乗車したジャンが、猛スピードで駐車中のトラックに追突。救急隊員が即死と間違うほどの大怪我を頭部に追い、2ヶ月以上昏睡状態となり、活動を停止する。以後は、自主レーベル J&D レコードなどからディーン単独作品が、ジャンディーン名義で発表されるようになる。1967年4月、ジャンが復帰。 12月、ワーナーブラザースレコードと契約する。サンタモニカカレッジや南カリフォルニア大学で広告デザインを専攻していたディーンは、この時期にレコードジャケットのデザインを手掛けるキティホークグラフィックスを立ち上げ、主に知り合いのミュージシャンの作品の制作に携わる。著名作品には、ダイアナ・ロスワンド、スプリームス、レッド・ザ・サンシャインイン、ハリー・ニルソン、ランディ・ニューマンを歌う。 1972年にグラミー賞最優秀レコーディングパッケージ賞を受賞したポリューションのポリューションビーチボーイズ15ビッグアンズラブユーデニス・ウィルソンパシフィック・オーシャン・ブルーがある1970年代に入りディーンがバンドパパ・ドゥラン・ランと共に活動を行いジャンはヤン・ザ・アロハバンドを結成する1974年9月 ローリングストーン氏にスポーツライター出身の法学者、ポール・モランツの取材によるジャンの伝記が掲載される。ジャンとモランツが出会った1969年、当時に南カリフォルニア大学の学生新聞デイリートロイに短期連載されたが、モランツが法律の勉強に専念するため完成が遅れた。後にディーンとも連絡を取り企画を再開する。同作を原作としたテレビ映画。 デッドマンズカーブが1978年2月に放映され、人気絶頂期の不仲や交通事故からの再起が描かれ、話題を呼び大きな転機となった。ジャン役はリチャード・ハッチ、ディーン役はブルース・デイビソン。他にディック・クラーク、マイ・クラブ、ブルース・ジョンストンが本人役、ウルフマン・ジャックが架空の DJ 役で仮名を出演した。7月、 DJ のマレーザ系主催でニューヨークのパラディウム劇場で不定期に行われたオールディーズショーブルックリン・フォックス・ショーズにおいてジャン・ディーンとしては事故以来初めてカルフォルニア以外でのステージに立ち8月にはビーチボーイズのツアーにゲスト参加する1994年6月ジェームス・ブラウンのスリー・リバース・スタジアム公演に参加する 2004年3月26日、ホスタによる合併症でジャンが死去。4月18日、ロキシーシアターで追悼イベント、A Celebration of Life が開催される。同年11月申請、2006年5月に登録された、ハンティントンビーチのサーフシティ USA の商標取得に関わる。ディーンは1990年代半ばから、 観光促進のための同ブランド構想を訴えていた。2008年、デッドマンズカーブがグラミー賞伝道に選定される。2012年6月、ビーチボーイズ50周年記念ツアー、ザ・フィフティス・リュニオンツアーにディーンがゲスト参加する。テレビ映画西海岸の若者文化をうまく取り入れた、作風や多重録音などジャンの音楽的才能が高く、 評価される反面、ビーチボーイズのような深みと芸術的な成長に欠けていたという指摘がある。2017年現在、ロックンロール殿堂には選定されていない。ありがとうございます。